関口博士が暴言 TBS サンデーモーニングが大炎上16日に放送された TBS のサンデーモーニングにおいて現在も観測されている原因不明の潮位変動に関連し津波警報の情報が表示されておりましたがこの津波情報について関口さんが次のような発言をしてしまいました画面はどうしても津波の警報を出すために日本地図をあそこに出さなきゃいけないでしょうか ちょっとこれは見にくいかもしれませんが、今日はお許しくださいなどとなってしまっておりまして、まあ、こちら批判が殺到しておりますが、まあ、少しです、ね、厳しい,言い方になるかもしれませんが、まあ、こういった津波情報とサンデーモーニングを比べた場合、津波情報の方が大事なんじゃないでしょうか。サンンデーモーモニングを画面の隅ににに、表示するか、まあ、完全に津波特番に 切り替えてもいいくらいだと思われますが、そもそも日本政府は、このような災害時に、テレビ放送が災害に関する情報を、放送してくれだろうということで、電波を貸し出しております。サンデーモーニングが、好き勝手に変更報道を行うために、電波を使わせているわけではございません。災害情報を邪魔者扱いするのであれば、電波を政府に、 返した方がいいんじゃないでしょうかまあ、TBS にはサンデーモーニングの出演者の皆様にはまあ、ぜひとも災害時においてテレビ放送に何が求められているのか今一度勉強し直していただくようにお願いいたします以上になりますご清聴いただきありがとうございました